そして京都の栄光、そして山口県代表として
そして甲子園大活躍をしてください。応援いたします。おめでとうございます。ぜひ見てください。激励の言葉、まずはじめに山口県教育長田辺つねり様より激励の言葉をいただきます。この度は誠に、ありがとうございます。本日は田辺、教授が公務のため、出席がかないませんので、激励の言葉をお渡しします。代表させていただきたいというふうに思います。第94回全国高等学校野球選手権大会に山口県代表として出場される宇部鴻城高等学校野球部の皆さん、そして、関係者の皆様、本当に、おめでとうございます。伝統ある宇部鴻城高校野球部に夏の甲子園初出場という新たな1ページを加えられた皆さん方の快挙は、学校関係者はもとより地元宇部市民の方々をはじめ山口県民に元気と勇気を与えてくれました。今大会では全6試合中3試合を1点差で競り勝つなど接戦での粘り強い戦いが印象でございました。特に決勝戦におきましては2点差を追うあの6回の打者自分の猛攻は本当に見事でありまして、皆さんの集中力、精神力の強さには感動を覚えました。まあ、選手の皆さんは全国の強豪が集う甲子園に思いを馳せ、新たな闘志を胸に秘めていることと思います。本番でも日頃の鍛錬の成果を遺憾なく発揮し、元気いっぱいのプレーで全国に向けて宇部鴻城高校の名を馳せるとともに、地元宇部市民はもとより山口県民の皆様に大きな元気と勇気、そして感動を送っていただきますよう期待をいたしております。どうか皆さんには山口大会の激戦を勝ち抜かれた自信と県代表の誇りを持ってご活躍ご検討されることを県民の皆様とともに心からお祈りをいたしております。山口県の教育委員会教育長田辺つねり代表、県を挙げてしっかりと応援させていただきたいと思います。悔いのないように頑張ってください。上山栄様より激励の言葉をいただきます。この夏の大会を制し見事に60チームの頂点に立ちました宇部鴻城高校の選手の皆さん、おめでとうございます。また合わせて地域の皆さん、ご総生の皆さん、学校関係の皆さん、大変多くの皆さん方の喜びも受けたと説明いたします。改めて、心から本当にお礼を申し上げているようでございます。これから、選手君は現地に入り、最後の練習調整ということになろうと思いますけれども、学校の方も、わずかな目標が、と大変にやろうと思っております。今回の高野連のこの山口県大会の日程そのものは最終的には1日雨、2.10 メートルほどで伸びました。7月27日が7月6日8日となったわけです。ただ決勝戦、決勝大会は大変暑くなりました。選手たちも猛暑の中でのプレーということで大変だったろうと思いますが、よく立ち上がりました。宇部鴻城のチームでございますけれども、この度申し子で甲子園の初出場切符をつかんだわけでございます。そこはもせよ、県の大会では大きな大会では
必ず山口県高校のチームが一応本部に進出をしている。まだあと一歩のところでなかなか優勝が出ないのが、私どもの高校のチームは着実に力をつけているのは5人で、この度見事に大変厳しい接戦、激戦の連続でありました。今、中間ありましたけども、3試合、1点3ということで、おそらくこの激戦の過程で精神力を見つけ、さらにチーム力が増したものと思います。この戦いを制するにはやはり精神力、チーム力というのは欠かせない素晴らしいものを見つけてくれました。ぜひこの精神力、チーム力、さらにこの高校の勢いを持って甲子園で活躍してください。応援をいたしまして精一杯のチームをさせていただいて思います。終わりになりますけれども、選手諸君の甲子園での全国高校野球球児夏の天天、これを目標に頑張ってください。最後にどうか上高上高校へのご支援、ご声援をよろしくお願い申し上げます。高校野球代表の応援をさせていただきます。頑張ってください。ありがとうございました。ここで上高上高等学校校長徳田昇さんのより指示がございます。皆さん、こんにちは。本日は、イベスショーでいらっしゃいます久保田市長様をはじめ、関係各位の皆様、そして多くの市民の皆様の絶大あるご支援と温かい言葉をいただき、盛大なこのような走行式を挙行していただきまして、本当にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。以上、簡単ではございますが私の挨拶に感謝していただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、宇部高等高等学校野球部西野幸太郎主将から選手代表の言葉をお願いします。本日はこのように総合式を開いていただきありがとうございました。こうしてこのように素晴らしい総合式や自分たちが県決勝で勝ち優勝できたのも全て皆さんのご協力と声援があったからだと思います。甲子園では全力プレーで山口県代表という誇りを持って精一杯となっていくので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは宇部高等高等学校の甲子園での活躍を記念して、よろしくお願いいたします。宇部高城高等学校野球部甲子園出場誠におめでとうございます。甲子園におきましては、今まで皆さん方が使われて来られました力、技、精神力を遺憾なく発揮されて、まず一生甲子園を沸かせてください。それでは宇部高城高等学校の甲子園出場を祝し、共に
甲子園での宇部鴻城高等学校のご健闘を記念いたしまして、万丈万歳です。参照をしたいと思います。ご唱和のほどよろしくお願いいたします。宇部鴻城高等学校万歳万歳以上をもちまして、総行式を終了いたします。